アストラヤは火星と木星の間の小惑星帯にある大型の小惑星である。ギリシア神話、ローマ神話に登場する正義の女神アストライアに、ちなんで名付けられた。アストライアは1845年12月8日にドイツの天文学者カール・ヘンケによって発見された。これ以前にも4個の小惑星が発見されており、アストライアは1807年のベスタ以来38年ぶり。 5例目の小惑星の発見となった。アストラヤは、ヘンケがベスタを探している時に偶然発見されたものであり、当時ヘンケはアマチュア天文家であった。この発見が称えられ、ヘンケはプロイセン国王、フリードリヒビルヘルム4世から1200マルクの年金を授与された。アストラヤが発見されるまで、小惑星は、ケレス、パラス、ジュノー、 ベスタの4個だけであると思われていたことから、アストライアの発見は大きく注目された。そして、アストライアの発見以後、何万もの小惑星が発見された。かなり小規模な小惑星族を代表する、小惑星とされることがある。計算マグネシウムや、計算鉄を含んだニッケル鉄によって構成されており、光をよく反射する明るい表面をしている。ありがとうございます。